アンヌ・ド・モンモランシー、アンヌ・ド・モンモランシーは、バロア朝時代のフランスの軍人、数々の軍港を挙げた。モンモランシー以アンヌは、フランスでは、ありふれた女性名であるが、この人物は男性である。1492年に、シャンティーで生まれた。ラベンナの戦い、マリニアーノの戦い、メッジエールの戦いなどで軍港を挙げ、フランス元帥に助せられた。 1525年のパビアの戦いで捕虜となったが、ミノシロキンと引き換えに解放され、フランス王フランスワは一世と神聖ローマ皇帝カール五世の、初戦を集結させたマドリード条約締結の際には、交渉に当たった。フランスワは一世の母ルイーズ・ド・サボアの一族である、サボヤ家のマドレーヌ・ド・サボアと結婚した時には、フランス王は一世から、フェール・アンタルドの和上を可視されている。 1536年には、カール5世の信仰からプロバンスを守り、その功で翌年、宮内大臣の地位に就いた。しかし、1541年に、国王の長タンププ人と対立したことから、国王の信任を失った。とはいえ、その後も、アンリ2世、フランソワ2世、シャルル9世以来に使え、アンリ2世なき後には、未亡人、 カトリーヌ・ド・メデシスの腹心の一人として不安定な王権を支えた。ユグノー戦争で国王側の司令官として活動、1563年のアンボワーズの和議の調印にも貢献したが、1567年のサンドニの戦いで致命傷を追い死去。長男のフランソワの後を継いだ。モンモランシー行為は孫のアンリ二世が処刑されたことで消滅したが、 アンリ2世の姉で、コンデ公、アンリ2世に嫁いだ、シャルロット・マルグリットが受け継いで存続した。ブルボン・朝で軍人として活躍するコンデ公、ルイ2世、テュレンヌは、創尊にあたり、リュクサンブール公、フランソワ・アンリとモンモランシーは、同族にあたる。フランソワ・モンモランシー公、国王アンリ2世の諸子ディアーヌと結婚アンリ1世、モンモランシー公。 シャルロット・マルグリット・ド・モンモランシーとモンモランシー公、アンリ2世の父。シャルロット・マルグリットのココンデ公、ルイ2世の祖父。シャルル・ガブリエル・ギオーム・アリエノール・フランソワ3世、ドラ、トゥール・ドーベルニュと結婚、フランス大元帥・トゥレンヌの祖母。ジャンヌ・ルイ3世、ドラ・トレモイユと結婚、カトリーヌ・バンタドゥール・コー・ジル・ベール3世、ドレビと結婚、マリー、ケンダルハク。 アンディド・フォアと結婚アンヌ・ルイーズ・マドレーヌ。ありがとうございます。